先週の金曜日に劇場版機動戦士ガンダムシードフリーダムが公開され、土日が過ぎました。この3日間での興行収入は 10.6 億円、動員63万人スタートということで、とんでもない金額を叩き出しています。興行収入に関しては、一つ前の映画ククルスドアンの島が 10.8 億円、その前の閃光のハサウェイが 22.3 億円、そして現在のガンダム史上最高は機動戦士ガンダム3、巡り合い空編の23億円ということなので、ガンダム史上トップを狙える可能性もあるのではないでしょうか。そんな本作ですが、昨日ついに公式から物語後半の新機体が全て解禁されました。ということで、今回は映画についてネタバレありレビューをさせていただきたいと思います。なお、ネタバレが苦手な方は、ここで動画を閉じていただくようお願いいたします。1. 驚きだらけの展開。一体誰が予想できたでしょうか。特にアスラン登場ズゴック。イモータルジャスティスが冒頭で登場し、いきなりシンが操縦していたので、アスランは後で乗るのかなとか思っていたら、ファウンデーションの罠で、ライジングフリーダムはピンチに。イモータルジャスティスもブラックナイトに抑えられてシンは援護できない。そんな中、神妙な顔をしたアスランがキラの窮地を救いに来たかと思ったら、まさかのズゴックでしたね。ファーストガンダムのオマージュかなとも思えるシーンもあったかと思いますが、いやもう初見でズゴック出てきた瞬間吹き出すしかなかったです。ポップコーン食べていた方大丈夫でしたでしょうか。私はシリアスなストーリー展開にのめり込んでいたら、いきなりのズゴックで驚きを隠せないどころではありませんでした。その後も驚きポイントがとても多かったのではないでしょうか。不沈艦という異名をつけられていたアークエンジェルがついに落とされる、シードデスティニーまでの演出から考えてこれやるんだと驚きでしたね。シードデスティニーではラクス陣営が優遇されまくっていたので、フリーダムに乗ったキラは最強で、一人で全てを解決できる無敵の存在。そしてラクス陣営は誰も死なず誰も落ちない無敵の陣営というのがコズミックイラの答えなのかなと私は思っていたので、シードデスティニーのイメージを払拭してくれたのが良かったと思います。個人的にはどれだけ最強の存在であっても、たった一人で全てを解決できるほど世界は甘くないということを感じられないと浮世絵離れしてしまうイメージがあります。なので本作ではブラックナイトに圧倒されてやられていく姿や、アークエンジェルも圧倒的な力の前に撃ち落とされるというのは良かったと思いました。その後も驚きの展開だらけでしたね。前半がシリアスな展開で進みながらも細かな演出でファンをニヤリとさせていき、後半は一転してお祭り展開。いや、まさかデュエルとバスターが登場するなんて予想もできないし、しかも核動力でミーティア装備とか誰が想像できるのかと。とまあそこまではシードらしいシリアスな展開でしたが、終盤ではまさかのズゴックの中からインフィニットジャスティス錦が現れるという。ビルドファイターズトライではドームの中にビルドバーニングガンダムが隠してありましたが、まさかシードでこれをやるなんて思いもしませんでした。さらに終盤の展開は突っ込みどころ満載。前半のシリアス展開とは打って変わって、Gガンダム路線に急に切り替わった印象を受けます。ステラのガオーだったり、インフィニットジャスティス錦がモヒカンカッターを食い出したり、アスランの頭の中はカガリしかいなかったり、ラックスのパイロットスーツだったり、というか宇宙でなんで一人ラックスはあんな服装で機体の横に立っているんだと、突っ込みどころありまくりでした。先日の投稿の際に、この映画が最高とか、お前らの目は節穴かよ、というコメントをいくつか拝見しましたが、そう、まさにその通り。前半がシードらしいシリアスな展開で進んでいただけに、後半の弾け具合がミスマッチなんですよね。そのため本作が受け付けられないという方がいらっしゃるのは当然だと思います。というか私自身劇場で見ている時結構その印象もありました。ただ本作は前半のシリアス路線と後半のお祭り路線の融合というところで頭が追いつかないという一点を除けば、ファンサービスもたくさんあり、戦闘シーンも素晴らしく、登場人物の扱い方もできる限り丁寧にしているという点が素晴らしい作品なのではないでしょうか。 2. モビルスーツ戦闘。こちらは前回のネタバレなし動画と似た内容も含みますが、とにかくスピード感のあふれる戦闘描写が素晴らしいと思います。前半は特にライジングフリーダムがやられていく速度が速く、ブラックナイトの強さがとてもよく伝わってきて良いのではないでしょうか。個人的に特に前半良かったのはブラックナイトスコードシバのニードルガンでライジングフリーダムのコックピットが貫かれるシーン。過去作ではフリーダムがインパルスに貫かれても
キラは大した怪我もなく、主要人物は致命傷に見える攻撃を受けても、まあ主役補正でどうせ大丈夫でしょうという印象がありました。テレビシリーズならニードルガンで貫かれた時点でキラはミンチよりもひどい状態になっていそうなものですが、さすがに時間の限られる映画でキラが怪我すると演出の不都合が出るということなのか、無傷という結果になりましたが、どれだけ攻撃を受けると危険なのかが伝わってきてよかったのではないかと思います。ちなみに本日発売された小説版によると、ライジングフリーダムのコックピットがニードルガンで貫かれる瞬間、キラは身をひねって回避したことが明かされました。キラの身体能力がどこまで高いのかよくわかりませんが、キラがただ主人公補正を盛られているだけではないようです。ただそんなキラのパンチを一発ももらわないアスランが最強ということは確実に言えそうですね。ズゴックの方はキラを救った登場シーンだけで誰もが度肝を抜かれたと思いますが、よく見るとファーストのオマージュのように見えるシーンもあるので、全ての戦闘シーンは一瞬たりとも見逃せないのではないでしょうか。また細かい設定が活かされているシーンもありました。インパルスにデスティニーがデュートリオンビームを照射するシーンもその一つだと思いますし、ストライクフリーダムが核エンジンなのにフェーズシフトダウンしたのはシードデスティニーのオーブ戦でデスティニーがパワーダウン仕掛けたシーンの理由付けではないかと思われます。以前別の動画で説明させていただいたことがありますが、核エンジンはエネルギーを無限に作り出せるというだけで、一瞬でエネルギーを充填できるというわけではないんですよね。ガンプラのフリーダムプラスミーティアの説明書では、ミーティアの試験中エネルギーの使いすぎでフリーダムがパワーダウンする話があります。そのためデスニーのエネルギーがなくなりかけるという描写は、残像つまりボアチュール・デュミエールを使いすぎて核エンジンでエネルギーを作り出すよりもエネルギーの消費が多すぎたということがわかります。ただこれはガンプラにしか載っていない設定で、アニメだけを見ていても理解できない描写になってしまうからが、様々なところで論争が起きていました。そのため今回のストライクフリーダムのフェーズシフトダウンはシードデスティニーで、デスティニーがエネルギー切れ仕掛けた時の描写への回答ではないのかなと思いました。他にもマイティストライクフリーダムが実体験普通の御霊を装備していてミスマッチではないのかという意見があったり、私自身そのように感じる気持ちもありますが、ブラックナイトにはビームを無効化するフェムテク装甲が搭載されていることや、メサイア攻防戦の後の世界を描いた漫画ガンダムシードアストレイ天空のプリンセスではレアメタルオメガと呼ばれる絶対破壊できない素材というものが登場していることを踏まえると、おそらく普通の御霊はレアメタルオメガでできていて、ビーム兵器の通じない相手にもダメージを与えることができる兵装なのではないかと思います。つまり本作はアストレイシリーズを見ていなくても楽しめる作りになっていつつも、アストレイの設定も生かされた作りになっているのではないかと思うので、そういった派生作品も意識した作りになっているのも魅力の一つではないでしょうか。3. キャラクターたちの魅力。限られた時間内にこれでもかとキャラを詰め込んでありましたが、できる限り一人一人が際立つように作ってあったのも良いところではないでしょうか。アークエンジェル被弾時のマリューの動きがシードと変わっていたので、そこは あの描写はなしにしたんだと思うところもありましたが、新キャラはもちろん密かに人気の出ていたアビーがアップで映っていたり、シホ・ハーネンフースが登場するどころか一言喋っていたりと、細かなところの演出が光っていたと思います。サイト・ミリアリアもいましたね。個人的に一押しのバルトフェルドが一瞬しか出ていなかったり、ダコスタが見当たらなかったのは惜しかったですが、映画内でこのシーンが存在するのか記憶が定かではないのですが、少なくとも小説版ではメイリンがアスランにコーヒーを差し出す際には虎のじゃないですよと言われていて、さりげなくバルトフェルドの存在が匂わされていたりします。他にも戦術バジルールや百発百破事の戸高一茶仕込みと言われていて、過去作を知っているファンがにやりとする作りになっているのも良いところなのではないでしょうか。アスランのこのバカ野郎が再び聞けたのも個人的にはツボでした。4. ストーリー。本作はシリアスな展開の前半とお祭り要素満載な後半になっていて、人によっては前半と後半のギャップや後半の強力すぎる兵器の演出で少し引いてしまったかもしれません。私はその一人です。ただよくよく考えてみると、本作の究極兵器の数々は実はシードデスティニーまでの流れとアストレイシリーズを踏まえると
あってもおかしくはない兵器になっていて、ストーリー自体もファウンデーション設立から急進派のクーデターと終戦までの流れはきっちり構築されていることがわかります。ストーリーに関しては、実は冒頭でシュラがプラントでジャガーノートと会うシーンが布石になっていて、デスニープランによって急発展したファウンデーションからすれば、コーディネーターが有利に立てることは間違いない。デスニープラン肯定派を取り込めば、プラント全体を味方につけることができます。そこで邪魔なコンパスを消してデスニープラン肯定派を取り込むことで、一気に勢力図を塗り替えようという考え。映画を一回見ただけでは流れの速さに追いつくのが難しいのですが、何度も見ているとストーリー全体がまとまっていることがわかり、コズミックイラの世界観を深く知ることができるというのも面白い点なのではないかと思います。ということで、ネタバレありの感想でした。多彩なモビルスーツに多彩なキャラクター登場により、過去作を知っていなくても驚きだらけの展開で楽しめるようになっていること、そして過去作を知っていると、例えばなぜ百発百外しの戸高一佐という言葉がオーブ軍に広まっているのかなどがわかるので、さらに楽しめたりすること。何度か見ているとコズミックイラ75年の世界情勢が映画一本できっちり伝わるようになっていることといった点が非常に綺麗にまとまっている作品なのではないかと思います。シードシリーズならではのシリアス展開が好きだったのに、終盤のお祭り展開はドン引きだという意見が出るのはすごくわかります。しかしアニメ版ではメサイア攻防戦で終結した戦いですが、コズミックイラの技術自体はアストレイシリーズで先に進んでいるので、後半の究極兵器の登場は必然だったと考えることもできるのではないでしょうか。まあディスニーの分身だけは理解が追いつかないので、ジャスティスをディスる真のデスティニーへの思いがアコートたちの脳裏によぎって、デスティニーの分身した姿を幻影として見ていると考えるしかなさそうな気もしますが、深いことは考えない方が良さそうな気もします。ですので本作は100点満点中何点かなと思って見に行ったら、マイナス点はあると思います。しかしそれ以上に全体的に予想をはるかに上回る素晴らしい点が多いので、100点評価なんかじゃ収まらない、1億点だという意見も多く見られる作品になっているのではないでしょうか。ぜひ皆様が感じたこともどしどしコメントして共有していただければ嬉しいです。今回は以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただければとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。